岡さんに久しぶりに会いました。岡さん、やばいっすね。ビールどんだけ飲んでるんすか。いや、岡さん久しぶりです。髪の毛生えましたね。だいぶ2ヶ月伸ばしっぱなしだよ。いやー、ありがとうございます。久しぶりに宮崎で今再会して、プレミアムモルツ4個飲んで、八海さん、新潟のめっちゃ美味しい酒飲んでます。で、さっきあのドラッグストア森で味ぽん、しまんねえやつだよ。いや、岡さんメキシコぶりですね。メキシコぶり、ほんとそうだよ。2ヶ月半ぶりっす。懐かしいっす。岡さん今あのメキシコの次はヨーロッパ行くって言って、ドイツからイタリア、イタリアからのフランス、スペイン、豪華旅行します。僕も連れてってくださいよ。来るっしょ。おっと。あ、でもドイツはもう本当に歩き倒してるんで、うん、案内できますよ。案内してもらって、じゃあドイツでいいから。ドイツ旅行でも、そしたらもうイタリア、スペイン行きますね。一緒行きましょう。ドイツはジョジョ巡りだから。ジョジョ巡り、漫画読んできて。ジョジョ、イタリアはジョジョ読んできます。ジョジョ巡りするから。わかりました。岡さんでした。それでは。まだこれ飲んだら車で来るな。これすんのかな。しかもこれユズじゃん。大分県だ。ユズは大分県。もう撮ってんだろうね。これあげるよ。あ、本当ですか。やった、ありがとうございます。ヘベスヘベスヘベスドリンク飲みます。どうぞどうぞ。ん、うん、じゃあヘベスドリンクいただきます。こっちのね、特産のやつ。ヘベスヘベスですか。ヘベス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 、いただきます。ちっちゃい頃よく飲んでたんだよね。おいしい。いいでしょ。ヘーベイさんの巣が、そうそうそう、昔それを作ってた人がその名前で、ヘーベイさん。もし来たらヘーベイス飲んでください。蜂蜜が入ってすごく美味しくて飲みやすいです。それでは。ここにもジョイフルが、すごい。地方はまっすぐだよな。はい、まっすぐ出るやつだよ。はい、勝ち。ほ、岡さん、高千穂来ましたね。あー、やっと着いたよ。3時間ぐらい運転しました。疲れた。ありがとうございます。僕ポケットしてて。やっていいよ、俺帰るからさ。え。追い抜きできないね。これはすごい。お母さん、こけないでくださいよ。サンダル大丈夫ですか。サンダル大丈夫ですか。逆に、すごい自然してます。高千穂郷へって書いてます。 YouTuber の人がいますね。え、もう一回。え、久しぶりの岡さんです。メキシコぶりの岡さんです。岡さん、メキシコと高千穂一緒に行くって面白いですね。なかなか。メキシコ、高千穂。バレー、なんだったんですかね、あのメキシコの街。バレーでブラボー。なんかそこにちょっと雰囲気似てません？向こう森で滝でしたもんね。ちょっと下にこれ登るのも疲れますね。こんな感じです。
ってりゃいいよ、絶ここで待てよ。ボートがいろいろ回れるね。うわ、これか。こっちの方がお茶屋さん。ここでアングル調整お願いします。今から行きます。そうめん流し流れてる4番なんですよ。来い来ないぜ来ない勢いよく来るカットします。カットします。すごい勢い。じゃあ流しますよ。はーい。来た来た来た。どうですか。うん、ま普通のそうめん200倍まで来た来た来た。いやこれ右利きだったら難しくないですか。ねえこれねえな。これ左で。はい。
掴めない。早い。マユで。わあ。お。立ち止まらずに撮っていいんですかね。すげえ。てて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 、岡さん。はい。なんか面白いことしてください。何よ。めっちゃぶりがひでえよ。てててまず先にやるべきでしょ。先にやるべき。じゃあ岡さん今から飛び込んでください。飛び込んでください。3秒前。3、2、1、なんか日本じゃないみたいです ね、 すごいね。ペナントなんかマレーシアみたい。おい、いい感じだねこれ。あ、帰るときここ伝っていけばいいんですよ。ここはこの上歩いてくれ。石橋の先犬みたいな顔で作り物みたいですね。お母さん、いいっすね。さっきの人してましたもん。どうしよう、どうする。こうやって、うわーい。ウェイ、水、水ウェイ、水ウェイ。よし。すごい。高千穂はあれです。ちょっともやってますけど。もやもやってます。オーマイガー。お母さん、あっちあっち。カモガモ、カモ、カ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 ワガモがいます。あー、照れそうですね。てててててててあれ、あれで行きたいですね。あれ、あれ貸してよって。お、いい感じじゃないですか。おー、慣れてきた、お母さんが。見えないからよろしくね、あんた。はい、あ、大丈夫です。わあ、いっぱいいる。お母さんトラブってます。前にもうお母さんトラブってます。やばいやばい、もう引っかかってますもん。こう行ってたら今度は後ろ、後ろ、後ろがぶつかる。すいません。後ろもうぶつかりながらみんなで。あー、ぶつかる。そうそうそう、手で押したら。オッケーオッケー。全然オッケーじゃないですよ、まだこう行かないといけないから。じゃあ俺このまま一歩先にぶつかって。やめてやめな、気持ちいい。マイナスイオン半端じゃないですね。毒キノコです。違う、毒じゃないですか。毒キノコじゃないと思う。なんで傷つけた時に白すぎるとその青が出ない。ああ、詳しいですね、さすがキノコ研究家のお母さん。なんだそれ、料理研究家の。それでは高千穂教官でした。楽しかったですね。ああ、完璧でした。今度は女の子と来たいですね。ですね。やろうじゃなくて、こっちのセリフで。ありがとうございました。普通の電話かけるわ。めっちゃお母さんなまりましたね。ああ、やっぱり。うん。ああ、じゃあそれもらおうかな。うん。使う。
司ってずっと開いちゃうよね、夜ぐらいまで。司、司、あの炭火焼きの、うん、あそこぐらいね、地とっこって。あ、鶏刺し、うん、給料今もらった。あ、だからその鶏肉ときに渡すって。うん、はいはい、はい。地域になるんだけど、そこの町並み保存区ミミツ区域だからね。ミミツの町並み保存です。ここに住んでるんだよね、人たち。あ、ちゃんと住んでるんですね、建物だけじゃなくて。昭和な感じの間違いでした。間違い町並み保存区域でした。それではそのミミツの保存地区です。畳がすごいですね。京都みたい、京都みたい。確かに車があるの変な感じしますね。すごい京都の作りになってます。すごい。で、もう港町ありますね。あ、ちょっと第二村みたいな。あ、いいですね。おおお、日本の昔の国旗があります。ありがとうございます。